はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今回もご視聴本当にありがとうございます。今日も東京浜松町のホテルからお送りしておりますが、メジャーリーグの中継で東京にお邪魔しておりますね。昨日、実況終わって新幹線で移動して、今朝5時、月曜5時のゲームを喋、らせてもらって、パドレス対ブリュワーズで、明日はパドレス対ナショナルズというところで、明日朝喋ってそのまま移動して京セラに向かうということなんですけども、さて、オリックスさん、明日からは京セラにソフトバンクさんを迎えるという3連戦、第8回戦になりますね。ここまではオリックスさんの2勝、ソフトバンクさんの4勝、引き分け1つで迎える第8回戦ということで、5月の、11日の宮崎のゲーム以来の、対戦ということになりますけれどもね。先発ピッチャーはバファローズが曽谷君、そったん頑張れ、一方のホークスさんは、有原投手、この交流戦の頭ではなくてね、このオリックス戦に有原投手を持ってきた、エース有原を小久保監督が持ってきました。オリックスを叩いておかないとという思いはやっぱりあるんでしょうね。まあ、しかしこの首位を走る、快走するホークス、現状5位の、バファローズ、ゲーム差は 13.5 ゲーム空いてるんだ。だからもういきなりという感じではないんだけども、ちょっとずつこの間を詰めていくということも大切なんだけども、そのホークスとの距離を測っていくよりも、オリックスは自分の立ち位置を、しっかりと固めていくことが大切なのね。でそうすることによって自然とこう距離も縮まっていく可能性もあるわけなんだけど、まずその距離を縮めることよりも自分の立ち位置、ここをしっかり上げていくということが非常にこう重要になってくるわけですけどもね。まあ、この前の交流戦明けの最初の西武戦は2勝1敗勝ち越して、負け越しが現状3つですから、この負け越しをとにかく減らしていかないといけないわけですね。残りも80試合切ってきましたんで、着実にこの勝ち越していくというところで言うと、ホームでのこの強いホークス相手、なんとかこう勝ち越したいね。そのためには初戦が大切なんだけども、明日は曽谷君と有原投手の先発ということになるんですけども、曽谷投手、前回登板が6月の11日のタイガース戦、6回投げまして奪三振12、まあ、三振多かったので少し球数は増えたんだけども、しっかり抑えました。で交流戦2試合しっかり抑えたでしょ。で6月2試合は2勝負けなしで、防御率は 0.00 です。すごいね。で、まあ、京セラでの、今シーズン3試合は、まあ、2勝負けなしで、京セラでのこの防御率は 0.50、まあ、いい数字並びますよね。で、まあ、ホークス相手ということになりますと、去年の10月9日ホーム最終戦で、対ホークス、この球場京セラでマウンドに上がって6回1安打無失点でプロ初勝利をマークした相手でもあるんで、まあ、もちろん強い相手なんだけれども、まあ、いいイメージを持ってね、上がっていってほしいなと、思うわけであります。まあ、ホークスも柳田選手が今ね現状いないというところで、近藤健介選手も、まあ、あの故障もあって万全ではないんで DH なんだけども、打ってるもんね、もう完璧に打ってますからね。というところ で、あと最近はそうですね、あのファームから上がってきた柳町選手であるとか、正木選手、広瀬選手といった、これ慶応トリオでね、この3人が今非常にいいですし、まあ、その厚さをね、ホークスは誇りながらしっかりこう首位キープという感じではあるんだけれども、まあ、オリックスもそこにこう立ち向かっていかないといけないんでね、頑張ってほしいですね。まあ、最近ようやくこの打線にね、つながりという点ではまだ 100% ではないのかもしれませんが、個々のこの状態は確実にこうオリックスも上がってきていますので、まあ、しかもこの3番太田、4番西川、5番紅林、ここ最近固定してるんだけど、この明日からの3連戦そこをどうしていくのかなっていうのも、注目ではあるんですね。明日先発は有原投手、今シーズンもここまでは6勝3敗とということで、5月21日楽天戦に投げて以降は4試合で3勝負けなし、対オリックスも今シーズン1勝マークしています。で、まあ、その有原投手に対してね、まあ、相性のいい選手を探すとするならば、まあ、今年、まあ、1試合だけだったんだけどね、あの開幕シリーズの、宗選手が3打数2安打で、去年も実は対有原、宗選手は16打数7安打ツーベース3本打ってます。相性がいいで、今シーズン森選手も、1回の対戦1試合の対戦で3打数の1安打ヒット1本なんだけど、去年は11の6打ってるんだよね。
だからこの宗、森の左バッターというところちょっと注目かな。で西川選手も今シーズン3打数1安打、西野選手も3打数1安打というところ で去年ねよく打ったのは頓宮選手が17打数7安打、紅林選手も18の6と右バッターも打ってるんだよ。だからまあ今年と去年の傾向は違うかもしれませんけれども、まあ、全く手も足も出ていないという状況ではないわけ。打ってる選手がいますから、その辺の、鑑みてどんなかん、オーダーを中島監督組んでくるのかっていうのもちょっとこれ楽しみなんだけどね。で、まあ、先ほど申し上げましたけれども、オリックスとしてはこのホークスの距離を考えるよりも自分たちの立ち位置をしっかりこう上げていく必要がある、それはどういうことかというと、もう、今はまだ負け越し、借金が3つあるわけですから、これを減らしていく。で、それをゼロにして今度プラスに転換していかないといけないんだけど、そのためにはやっぱり着実なカード勝ち越しというのは重要になってきますね。で、ホークス相手になかなか勝ち越しって難しいところかもしれませんが、明日曽谷君が行って、あと東、宮城で行くのかというところもありますしね。そうですね。まあ、ホークスも有原を持ってきましたんでね、まあ、オリックスは倒しに来てますよね。だからそこをしっかりと勝って、まずはこの3連戦の初戦を取ることは非常に重要、難敵ではあるんだけど、もうとにかく曽谷君はもうゾーンで勝負して思い切って腕を振ってくれたら、それで、ね、結果はついてくると思うんで、まずはこの無駄なフォアボールをなくしてね、ストライクゾーンでどんどん勝負していけば、あの強いボールは、差し物ホークス打線といえどもそう簡単に打てるわけじゃないと思うんで、そこをしっかりと、やってほしいね。で、早めになんとか曽谷が踏ん張ってる間に、有原、特に立ち上がり有原投手は若干打たれる傾向にあるんでね、そこをついていけるかどうかですよ。まあ、楽しみな一戦ですね。だんだん状態の上がってきたバファローズが、ホークス、強いホークス相手にどんな戦いを挑んでいけるのかっていうのをね、見ていきたいですし、この少しでも自分たちのこの今のこの順位を上げていく、状態を上げていくというところを目標にやっていって、夏場以降そして秋、ホークスと重要な局面で対戦する可能性があるというところにね、持っていってほしいなと思うわけでありますね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。明日注目のホークス戦、初戦頑張れソッタン、頼むよ、もう思い切って行ってほしいね。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。明日から3連戦大切だね。